これ勝手に生えてきたそうです。もみじ？もみじ。じゃあ今日はちょっと黒マスについていろいろ教えていただこうと思います。途中のカンタさんに教えていただきます。はい、はい、お願いします。じゃあまず黒マスの、まあ、特徴からまず教えていただいていいですか。似たようなので黒マスと赤マスっていうのがあるんですが、はい、まあ、一番わかりやすい方法がこうやって葉っぱを触ってみると痛いんですよ、はい、この葉っぱが割と芯が太くて先がまあ鋭利っていうか尖っているような感じで触るともう痛いっていう感じなんですけど、はい、そう触ってみるとあこれ黒マスだなっていうのが。赤松は痛くないってことですか。赤松はしなやかで、そこまで痛くないんですね。なるほど。あとは皮が荒れやすくて盆栽の松の中では強い方の木で育成としては初心者でも大丈夫かなっていう。育てやすい。そうですね、育成上は。へー。ただやっぱり葉っぱが伸びたりとか軸が伸びたりするんですよ、はい、なのでそういう木の場合はやっぱり黒松は1年に1回時期に芽切りっていう作業をするんですけど、あのここから伸びてくる。そうですね、分かりやすい、まあ、これ今年の春先に出た芽なんですよこれ、はい、そこをバツッと根元で切ると、まあ、6月後半から7月ぐらいですよね、その間にバツッて切ると9月ぐらいから新しい芽が出てくるんですけど、はい、そうすると何がいいかっていうと葉っぱが短くて済むのと、はい、軸が短くて済むので、盆栽の場合はなるべく間延びをさせたくないので、はい、芽切りすることによって詰まった盆栽ができる。へー、大きくしたくないからやるのかなってことだと思うんです。あ、それもあるんですね。大きくしたくないっていう、まあイコールそうですよね、葉っぱを小さくするのもそうだし、軸を短くするのもそうだし、結局は大きく見せないように地質が詰まってるんですよ。なるほど。五葉松は芽切りっていうのは基本的にしないので、関東では、はい、盆栽やりたいっていう方がハサミを入れるっていうことに関してはやっぱり盆栽やってる感が出る。でこの辺にあるのは、初心者でも扱えそうなっていうか価格帯がそんなに割と低めの、お手頃な。最初に高価なのやるの怖いっていう方とかが買われて楽しめるかなっていうものがあるので、これなんかも、まあ、1の枝2の枝あってでちゃんと裏枝があるので、はいはい、模様木みたいな形で作りやすい木だと思いますね。これ根元は曲げれないんですね。もうこのぐらいの、ジャッキを使ったりとか、くさび入れてジャッキをすればできないこともない。できないことはないです。でそれは教室でやってるので、おお、なかなか自分じゃそこまで、ね、そう、でも足元を曲げるっていうのは大変な作業なので、やっぱり選ぶときは足元に変化があったりとか曲があったりっていうのを選ぶといいかもしれない。なるほど。これまた別ですけど、これは値上がりになっているので面白い。どこを正面に取るかっていうのをまず決められるですよね、このぐらいまで大きくなってた方がやっぱ枯れにくいとかあるんですか。あ、それはあるかもしれないですね。こうやって生木鉢に入ってますし、はいはい、要は素材なわけですね、またこのここにあるものたちは。で、ね、はい、でちょっと形作ったものも見せてもらってもいいですか。はい、この辺。そうですね、これが、まあ、今年手入れした黒松ですけど、バッチリ芽切りをして葉っぱが生え揃ったような感じですね。切って葉の長さを揃えてる感じですか。そうですね、あとはもうこうやって白くなって、はいはい、ところは長くなった場所をハサミでその上から切ってるんですけど、まあ、色は変わりますけど見栄え的にはそうだったような感じ、まあ、そうですね、フォルムが綺麗に、はい、であとはお手入れとしてはこういう同じ芽切りした後に同じ箇所から3つとか4つとか出る場合があるんですよ、元気なやつだと、こういうところとかこういうところとか
これとかすごい出ちゃってるんですね、はいはい、だその場合は、まあ、整理する時に、まあ、古葉の整理と芽が重なってるところはなるべく2つにしてあげる。2つ、はい、基本的には二股が良しとされてるので、はい、三つ股になってるところは真ん中取ってあげるとか、強いのを取ってあげるとか、お手入れとしては大切な、まあ、要素ですよね。それを何年も何年もやっていくと、やっぱりこうやって小さいながら質の詰まったものになっていくので、時間かけて作っていくんですね。で、針金で棚を作って。はいはい、これでもあの幹が白いじゃないですか。なんかやってるんですか、この白くなってる。いやいや、やってないです。ただ皮が荒れて、それだけ、まあ、時代が乗ってるっていう。さっきの見た素材のやつたちは何年ぐらいですか、樹齢。あれでも20年以上経ってると思います。あれ20年、はい、これでどのぐらいですか。これどうでしょうね、まあ40年以上経ってるんですよね。じゃああの状態で買って、そうですね、もっとずっと持ってると、はい、だんだんこういう風に皮が荒れてくる。皮が荒れてくる。皮が荒れるに 2,30 年って言われてるので、わーすごいですね。じゃああのぐらいの買ってた方が、そうですね、ゆくゆく楽しくなってくる。今後なんだろう、見せてできるというか、うんうん、こうなってほしいなと思いながらできるので。なるほど。何年も先輩ですね、人生。人生先輩ですね、年上なんですね。他に、なんかすごいやつ見せてもらっていいですか。黒松のすごいやつ、これ、はい、また大きいですね。そうですね、この木は見どころがたくさんある木で、樹齢も相当立っていて、まあ、この辺の枝の皮の重なり方を見ると相当時代が乗っているっていうのが、ね、すごいですよね。この辺もかっこいいし、今はこの状態で何年か経ってますけど、はい、これでもピシッと針金をかけたら相当綺麗な木になるんですよ。でもこのゆったりした感じも僕は嫌いではないですよね。ピシッとしてなくても、こっちも見れる木で、あ、まあこうなると裏っていう感じはするんですけど、全体として見るとこっちも見どころは多いですね。すごいですね、この肌も。そう、相当年月がかかってると思いますね。ここにあったんですね、こうやって枝がこう、あ、切ったんですね。ここ巻かれたんだろうけど、ここでも相当皮が重なり合って、いつ頃作ったんですかね。これいつぐらいなんですかね。まだ相当経ってるんですよね。こういうのどこで見つけてくるんですか。本当もう昔から受け継がれてるんですか。そうですね、これはうちの園主が若い時にここに来たみたいですけどね。これはすごいな。じゃあ何世代も受け継いでいけばこれになる、これになるか分かんないけど。そうですね、もう10世代ぐらい、10世代目指してやられる方はやっていった方がいい。そうですね、江戸時代とかになるんですか。もうそうですねって言われてます。盆栽始まったのが江戸時代とかですもんね。まあ、江戸時代に鉢に入ったかは分からないですけど、ね、ただこの樹齢からして、まあ、その時代から目を開かせたというか、それが今ここにあるっていう。なるほど、ロマンですね。ロマンですね、これ。分からない人でも分かっちゃう凄さがあるんですよね。そうそう、このやっぱ幹の感じとかも結構これお魚にお酒飲めそうですもんね。本当ですねで今日は黒松の説明をしていただいたということで、はい、ありがとうございました。はい、個人的な話でいいんですけど、はい、黒松は好きな木の中で何位ぐらいですか。黒松は5位ぐらい。5位、結構下1位は1位は何で好きかが分かれる。あ、個人的にじゃないですか。やっぱやってて見てて楽しいとか。
やってては痛いですね。痛い。針金かけとか。ああ、黒。手入れが痛い。手入れが痛いのが黒松。あ、それはあるかもしれないですね。やっぱり盆栽全部そうだけど、手かければかけるほど期待に応えてくれるから、それが楽しいですよ。なるほど。でこれは分かりやすいんですよね、結果が出るのが。はいはいはい。だから、黒松はいいと思います。ありがとうございます。